ワンダーマンは全世界六十カ国に展開する広告代理店、マーケティング及びコンサルティング会社のネットワーク、ニューヨークに本社を持ち、現在ではヤングルビカムと WPP グループのメンバーである。ワンダーマンはダイレクトマーケティングの生みの親であるレスター・ワンダーマンにより1958年に設立された広告代理店であり、1990年に ヤングルビカムグループの一員となった。日本においては1985年に電通との合弁会社である電通ワンダーマンが始動。2007年4月には WPP100% 出資でワンダーマンインターナショナルがグローバルビジネスに対応する東京拠点として新たに設立された。1958年、レスター・ワンダーマンは兄弟のアーバイン・ワンダーマン。 そして当時の同僚であるエドリコッタ、ハリー・クラインと共にワンダーマン・リコッタクラインを設立した。創設者のレスター・ワンダーマンは1967年のマサチューセッツ工科大学におけるスピーチで初めてダイレクトマーケティングという概念を世に送り出したことで現代のダイレクトマーケティングの発案者として世に知られている。ワンダーマン・リコッタクラインは1973年に ヤングルビカムによる買収を受け、1992年には、ヤングルビカム参加の子会社である、ケイトー・ジョンソン・アソシエーツと合併し、ワンダーマン・ケイトー・ジョンソンと名称変更したこともある。1980年代には、アメリカン・エキスプレスなどのクライアントとの業務を経て、世界的な代理店に拡張したことを受け、ワンダーマン・ワールドワイドという名称を使用していた。 その後2000年に一旦名称をインピリックと変更したものの、これまでのブランド資産に立ち戻る目的で2001年6月1日には、再びワンダーマンに名称を戻した。それ以来、インタラクティブ、戦略、データ分析の分野へと業務領域を拡張している。ワンダーモン、ハットビーイングダイレクト、メイキングアドバタイジングペイ、セカンドエディション。 ページーズ百四十七から百五十一、二千四、ザダイレクトマーケティングアソシエーションハットビーイングダイレクトメイキングアドバタイジングペイセカンドエディションページーズ百七十一から百五十五、二千四、ザダイレクトマーケティングアソシエーションハットインペリックチェンジズイッツネーム WPP プレスセンター十一、二千一、インペリックチェンジズイッツネーム WPP プレスセンター11-2001アドバタイジングエイジエンサイクロペディアオブアドバタイジングワンダーモンセプテンバー15-2003インペリックチェンジズイッツネーム WPP プレスセンター11-2001ありがとうございます